長井直勝は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、旗本大名。上野尾形藩主、日立笠間藩主、下古小賀藩主大藩主。長井家宗家初代。永六六年、三河国の武将、長田重元の次男として、三河国壁海軍大浜里に生まれる。天正四年、はじめ徳川家康の着難、信康に仕えたが、天正七年に、 信康が自陣すると、徳川氏を去って陰性した。天正8年、家康に召し出されて、再び家臣となる。天正12年の小牧、長久手の戦いでは、池田恒興を討ち取る対抗を挙げたため、家康や織田信夫らから称賛された。文禄三年、常興の次男、池田照正が家康の次女の徳姫をめとった際、 テルマサの求めに応じて、長く手の戦いで常をきを打ち取った、際のことを語った。この時、なおかつの治療が五千国と知ったテルマサは、父を打ち取った功績の価値が五千国しかないのかと、探索したという。文禄五年二月七日、豊臣秀吉から豊臣政を歌詞されている。慶長五年の関ヶ原の戦いの後に、大見国に二千国を加像され、 7000国を領する。大阪の陣にも参戦して、先行を挙げ、元那2年に、上野尾形藩1万7000国に加増翌元那3年には、日立笠間藩3万2000国を与えられ、後に2万国を加増される。元那8年、笠間を、浅野長重に譲って、代わりに、下佐古川において7万2000国を与えられた。寛永二年十二月十九日。 63歳で死去した。後を長男の直政が継いだ。子孫に、作家の長い家風や三島由紀を、狂言師の野村万歳などがいる。すなわち、直勝と、大河卑秀綱次女の百合姫との間に生まれた、正直が家風の12代前の祖先であり、直勝と、安倍正勝の娘との間に生まれた直政が3等の11代、前の祖先にあたる。ありがとうございます。